はい、今回は初級講座で目をつぶすテクニックと題しましてやりたいと思います。はい、じゃあまずは上からです。どちらも黒番でね、白を取ることができます。はい、これね、一見こことここが見合いでね、白は生きてそうなんですよね。はい、これがこことここが見合いで生きてそうなんですけど、ここでね、自分からこうね、なんか自殺手みたいな手が打つのが正解になります。はい、これがね、何のことかというと、こうやるとまた ここにね、打つんですね。はい、これ取るとこうやって、取られてしまいますから、こうやるしかなくて、これでね、ちょうど目がね、なくなってしまいます。はい、で取った時にここに打つと、そうすると先ほど見合いだったのが見合いじゃなくなってまして、白を取ることができました。はい、こういう放り込むっていう手はね、はい、気がつくと気持ちがいいのでね、この手筋はぜひ覚えておいて、はい、ください。はい、じゃあ続いてこちらの問題です。はい、平凡にこうとか打つと生きられてしまいますので、はい、ここはですね、こう下がりがいい手ですね。はい、で、この時に、こうやってこことね、一緒でね、こうやってからこうやると、今度はこうになってしまいますね。はい、ですので、ここのちょっと応用なんですけどね、こう跳ねてからこうやるんですね。はい、で取った時にこうやると、あ、ここにしてなかったですね。はいはい、ここちょっと付け加えるの忘れてました。はいこの場合はそうですね、ちょっとこういう逃げなんかありますからね。はい、厳密にはここになんか行ってあってからの方がいいですね。はい、ここで、はい、ここに下がると、でこうやってこう跳ねから放り込むっていう手筋が、ね、ありますので、はい、ぜひこの手筋と単にここに、ね、放り込むっていう手筋を、覚えておくといいかなと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。